皆さんこんにちは、クールチャンネルです。マリオメーカー今日も遊んでいきます。今回は注目の難しいから戻れクッパ城、ゴーバーク、カンバーク、タチさんのコス、クリア率は約 4.25、 約じゃないね、ちょうど 4.25、 ベストクリアタイムが48秒、遊んでいきましょう。まあ、多分ね、最後の斧があるあたりから戻ってくるステージでしょう。このハテナブロックあったね。1アップかよ。普通のキノコが良かったな。贅沢かな。まあいいか。よーし、戻るよ。ここはプロペラいきなりもらえるんだ。今気づいたけど、プロペラがあるのはいいし、いいとこーし。何が欲しいのか分かんない。上のクッパさんたちが、おーし、当たった。だから何が大星なんだいって。よし、ちくわは全部は踏んでらんないね。こうやってちょっとずつ、よいしょ、急ぎつつ、冷静に行く。よし、まあ冷静に死ぬかと思ったけど、そんなこともない。どうしても落として、こっちも落として、はい、上を飛んでいく。はい。そんなところに隠しチャップがあったのにありがとうございます。あれ？入れないよ。どういうこと？あ、これでピンスイッチを取ってまた戻るのね。このファイヤー邪魔だね。おっしゃ、おっしゃったらダメでしょ。これは取りに戻らないとダメだわ。ピンスイッチ取って今度こそ戻る。よし、今いいタイミング走り抜けていくよ。ここは帰れるかな、無事に帰れるかな。ノーダメージで帰りたいなとは思うけども、帰れるかどうかは別問題と。よし、とりあえず P スイッチを踏まないの最低ルール、最低ルール、自分ルール作っていこう。いや、待って、 P スイッチを守る以前に自分がやらなきゃ話にならないんだわい。よしよしよし、あとちょっと、あれ、もうちょっとだよね。あと何があったっけ。バーブルエリアを抜けたら、このクリボーとかテレサとかでやられたら笑えない。上の炎がだいぶ攻撃がきつくなってきたな。そんな変わってないんだろうけど、きつくなってるように感じる。ここら辺でも踏んじゃって大丈夫。これでゴール。なんかすごい疲れたコースだった。さて次はこちらのコース、いいねランキングの難しいから Come with me if you want to live。アイリスさんのコース、ベストクリアタイム33秒、クリア率は 1.66%。 ドスンがいっぱいいるのが見えましたぞ。スピランかな。行き先が分かればいいんだけど、こっちで合ってると思うよ、思うけど、こっちでいいんだよね。面白いですね、このスピラン。よいしょ、慣れていけば、いろんなことができそうで。よいしょ、やっぱりサンダージャンプだったか。スピンジャンプが届かない。ギリギリでスピンジャンプ、オッケー、登った。もう一回行って、ヒップドロップからの、こっちかな？左側にいろいろあんのが見えたけど、あれは何に使うんだろう。連続でパウを投げてから、ドスツンを、ジャン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 って、なんだこれは、ミッションインポッシブルかーい。3段ジャンプでっていう乗って、ここは伸びして止めた。よいしょ、どっちだ、こっちか。ヒップドロップでゴール。オッケー。あー、面白かった。途中にあったパウ何に使うのか分からなかったんだけど、あれ使い道あんのかな。さて次はこのコース、クッパ。よし、この仕掛けなら大体引っかかるはずだ。このセリフをあらかじめ聞いちゃうと引っかかるはずがないじゃないですか。絶対引っかかんない、大丈夫。引っかかってたまるか。これは土管に入っていくんだよね。他に道はなさそうだから多分大丈夫だと思う。これ倒しちゃダメ。引っかかったやないかーい。これでどう。これで一回 P スイッチを発動させちゃえばもう発動することはないでしょ。ないよね、ないと思うんだ。あ、しまったしまったしまった。一応ファイヤーは取っていく。こんなのに引っかかるアホがいるとは思うんけども、まあ一応ね、念のため。そしてこのピーセット一体何のためだあったんだい。よし、鍵をゲットして。アイボー、まさかこんなところでアミーボがもらえるとは思わなかった。次のアミーボで行こう。次のアミーボで、やった、人影だ。これ大丈夫だよね、何にもないよね、何にもないよね、信じるよ。よし、ゴール。
いやー、特に何も起きずに平和にクリアすることができましたね。ポケモンセンター行ってこの傷ついた心を癒してもらおう。さてラストはこのコースやってみましょうか。セイガンさんのボム兵と共に駆け回れ30秒スピードラン。難しいんだよセイガンさんのスピランコースクリアできるかな。最近諦めてんだよな結構。挑戦したコースはいくつかあるんですけど、ラギール、お、いったいったいった。お、ここ普通に散々じゃなくてよかったっぽい。よし、ここまで行き方を覚えたぞ。ゴム兵でこんな三段ジャンプをするなんて珍しいね。スピンジャンプだったーい。面白いわ。やっぱり素晴らしいわ、セイガンさんのコース。で、どこで投げるんだ？あ、左かー。そこで、左に投げる。オッケー。スピンジャンプで運んで、ここは普通のジャンプなんだよなー。オッケー。次、普通に走っていって、で、ここで投げる。絶対なんとかなれ、なんとかしてみせれ、くるくるくるがなんとかしてみせれ。投げるでしょ。でもう一回投げて普通にジャンプ、三段ジャンプでここスピン。よーし来た。これで多分倒れてくれるはず。三段ジャンプで扉に入る。残り7秒、確か右側ダッシュのはず。畜生め。よし、あーこれはいっただろう。もう一回スピンジャンプで壁キックか。よし、ヒップドロップでゴールできるはず。よかったー。あーもう最後の方は集中モード入っちゃって全然しゃべれなかったわ。ね、このぐらいの難易度がやってて一番楽しいっすよ。それでは今日のマリオメーカー実況はこれで終わりにしたいと思います。また次回の動画でお会いしましょう。チャンネル登録よろしくお願いします。コース募集もしているので、コメント欄かツイッターの方にお寄せください。それでは次回はあなたのコースにくるくるくる。バイバーイ。